ロス・エドガーはイングランド、ニューマーケット出身でスコットランドの自転車競技選手。2003年、2004年、英国選手権、スプリント連覇。2006年、スコットランドチームの一員として、クリス・ホイ、クレイグ・マクリーントのトリオでコモンウェルス・ゲームズのチームスプリントを制覇。また、英国選手権、競輪制覇。2007年、パルマデ・マヨルカで開催された、 世界選手権においてチームスプリントではホイ・マクリーンのスコットランドトリオで挑んでフランスに次いで2位。競輪では優勝のホイ・2位のテオボスに続き3位に入った。2008年マンチェスターで開催された世界選手権ではホイ・ジェミー・スタッフとのトリオで優勝のフランスに続き2位。北京オリンピックでは競輪1本2000年。準決勝では 長井清をゴール寸前捉えて一着。決勝では金メダルのホイにこそちぎられたが、ゴール寸前で長井を捉えて銀メダルを獲得した。2008年10月19日並びに10月26日で開催されたワールドグランプリに当初参加予定だったホイが負傷のため参加を辞退したことにより、その代替選手として出場。慶応角では7着、千葉では6着。 2009年、競輪の短期登録選手制度によって2年間の選手登録を受けた。4月から9月までの成績は、通算24 0 6勝、優勝1回。2010年、世界選手権、チームスプリント3位。なお、同年も前年に引き続き短期登録免許により、競輪に出走する。ありがとうございます。